新しい政治の元気いっぱい歌謡曲、皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、もう今何時でしょうか、真夜中ですか、今日も皆さんにお会いできました、新しい政治です、いつもの通り元気いっぱい歌謡曲始まりましたけど、いやーすごい暗いニュースですね。最初から皆様に言うの辛いところ、地震がありました。九州熊本すごいですね、今までにないような地震だそうです。まだまだ続いてますね。その一夜を明けるとね、怪我だしましたとかね、押しつぶされましたとかね、残念なことに亡くなりましたとかね、一日一日その人数が増えていきますね。いやー怖いですね、怖いですね、恐ろしいですね。なんとか止める方法ないでしょうかね。日本列島を縛っちゃうとかね、で大きな男が出てきて下から持ち上げちゃうとか、地震の時はね、そうなんかそういうのないんでしょうか。日本列島全体を地震が来たらその風船いっぱいくっつけて飛ばしちゃうとかね、なんかそういうアイデアを出してくださいよね、これじゃあどうすんだ。そうでしょ、天気予報はいいんだけどね、地震予報はさっぱり、こんな国なんですよね。頑張りましょうよ、これしか言えないですよね本当に。さあ、商店街のお父さんお母さん、お父さんじゃない、お父さんお母さん、お元気でしょうかね。そして商店街じゃなくて工場のじいちゃんばあちゃんね、ボタンさんお元気ですか、まだ黒白の毛皮着てますか、遊んでますかね、皆さんね、まあニコニコとやってる方いらっしゃるんですけどね、何がニコニコだね、いつも下向いてね、困っちゃったな、景気悪いな、そうでしょ。もう4月、いやだって4月って言ったら3分の1来ちゃってるんですよね。今年366日あるわけですからね。いやーどうしようかな、ね、でも悪いことばっかり起こらない、ね、これ覚えておいてくださいね。でもいいことばっかり起こらない、そうなんですよね、頑張って努力をしていいことを伸ばす、こういうことしないとダメなんですよね。はい、それではまず最初の歌です、学生時代、聴いてください。タノカラマルチャペルで祈りを捧げた日、夢を借りしあの頃の思い出をたどれば、懐かしい友の顔が一人一人浮かぶ、重いカバンを抱えて通ったあの道、秋の日の図書館のノートとインクの匂い、枯葉の散る窓辺、学生時代、賛美歌を歌いながら清い死を夢見た、何の予想もせずに口数も少なく、胸の中に秘めていた恋への憧れはいつも儚く破れて一人書いた日記、本棚に目をやればあの頃読んだ小説、過ぎ去り日よ私の学生時代、ろうそくの火に輝く十字架を見つめて、白い指を組みながらうつむいていたとも、その美しい横顔雨のようにしたい、いつまでもとわからずにと願った幸せ、
テニスコート、キャンプファイヤー、懐かしい日々は帰らず、素晴らしいあの頃、学生時代、素晴らしいあの頃、学生時代。はい、皆様、そしてね、聞いていただきましたけど、そしてまずは一つの話題なんですけど、聞いてくださいね。埼玉県春日部市、いよいよやってまいりますね、たこ揚げ祭りね、百条敷の大凧が2つ、そしてその4分の1の子凧が2つ、そしていろいろなね、企業の宣伝をします。畳1畳ぐらいのたこがね、数十機上がるんですけどね、風はどうでしょうかね。これが問題なところなんですよね。上がるか上がらないかっていうのは、そこが大きな問題。通常上げてるタコで百条敷って言ったら、日本ではここ春日部市、昭和区地区しかないんですけどね、ここはね、どうやって行くのかなっていうと、車で来るんでしたらば、東北道で岩槻おりますね、おりますと、下に16号線流れてます、野田方面に向かいましてですね、まっすぐ行きますと出てまいります。はい、ちょっとそこから中には入るんですけどね、看板が出てますんでよくわかります。電車で来る方はね、例えば大宮の方から来ますと、春日部方面、旧野田線なんですけどね、乗りましてずっと来ますと、岩槻を越えまして春日部に入りますと、そこからバスがありますね。バスに乗って約30分揺られてね、行きますと会場に着きます。タコですからね、周りがね、家がたくさんあるっていうわけにはいかないんですよね。家に落ちると家が壊れますんでね、ちょっと広いその江戸川の堤防で、土手でですね、あげるわけなんですけどね、非常に華やかでたくさん来ますからね、言いましたら必ず怪我気をつけてくださいね。タコ落ちますからね、あの人は落ちよう、この人はやめようっていうタコじゃありませんからね、無差別にありますからね、そこだけは十分気をつけてくださいね。はい、待ってますよ。はい、ありがとうございます。さあ、それではね、もう一つ、前回お話ちょっとしたんですけど、アカシアの木ね、アカシアの雨に打たれて、このまま死んでしまいたい。残念でした。2月にアカシアの木を植えました。しかし、4月には枯れました。残っているのは、値段のついた札だけです。残骸が下にあります。もう動きません。こんなのがアカシアなんですよ。大丈夫ですよ。どこでもね、植えればね、すぐに大きくなりますから、息つきますからね、ただ大木になりますから気をつけてってね、おじさんが言ったんですけど、大木の前に2ヶ月で沈没です。もうちょっといいアカシア買ってくればよかった。で、実際考えますけどね、それを話しましたら、まあそう大変だったねって聞いて、次の日にアカシアのね、花を持ってきてくれました。たくさん持ってきてくれたんですよ。ああ、黄色い花ね、あら、ごめんなさいねっていうわけでね、花瓶の中に入れました。そしてアカシアの木、今は自分の上に、うちに、家の中に、花瓶の中にアカシアの木が入っております。わあ、黄色でね、ここに蜂がブンブン飛んでくるのかなと思うと嬉しくなりますね。ほんと、これで蜂蜜が取れたらいいなとか考えちゃうんですけどね、そんなすぐ取れるわけないんだ。ね、なんさって木がダメになっちゃったんだからね。まあ、今度いい木を探して第2号を探します。その時にはまたこのラジオを通じて皆様にお知らせしますからね、話を聞いてくださいね。それと、またまた素晴らしいお話、ちょっと聞いてください。笑えない話、お米の話ね。僕はいつも農家のうちでお米を買ってるんですけど、同級生ねの家なんです。学生時代にはね、あまり話したことはなかったんですよ。だけどね、不思議だね、縁ってね。ある時お店で会いましたら、あれ、見たことある。これから始まりましてですね。そしてうちね、こいで農家やってんだよ。じゃあお米寄ってくれる？あ、いいよ。ね、それからのお付き合いになったんですけどね。お米っていうのは難しい。
簡単にできると思ったらとんでもない、そんなことはないんですよね。小さい時からね、育て育ててね、水をまいて温度調整をして、日の当たるところ当たらないところを動かしながら苗を育てるって。である程度まで大きくしてから機械にかけて、今田植え機ってあるんですよね。田植え機で田植えをするんだ。またこのねお米が美味しいんですよ、本当に。何回も言っちゃいますけどね、なんかやってんのかいね、なんか作ってんのかい、作ってますよ。じゃがいも作った、ナス作った、きゅうり作ったね、もっといろいろ花もね植えました。ひまわり植えたりしたんですけどね、今年失敗しました。あのね、昼間もね大変なんですよね、あ、昼間もじゃない、夜も大変なんですよね。夜もねやっぱりね、この会いたい会いたい彼女にね電話するのと同じ、あ、今何してるかな、どうしてるかな、ちょこちょこ見に行ったりね、そういうことしないとダメなのね。星を見ながらね、あ、いつになったらこれが大きくなるのかななんて考えながらね育てるらしいんですよ。はい、それでは一曲聴いてください。夜空です。星空の続くあの街あたりか、細い風の口笛が恋の絆に染みる。夜はいつも一人ぼっち、帰っておいでと流れ星に乗せそっと呼んでみた。誰も答えはしないよ、白い花が散るばかり。届かない夢だから、なおさら寂しい寂しいこの胸よ、夜空遠く果てしない。ね、先ほど言いましたけどね、育ててるのって言われてね、ちょっと ねこんな話をしたんですけども、何そんなもんいいよ、うち来なよ、うち来た時にあげるからね、じゃがいもでも人参でも作ってんだから何でもやるからあげるからいいよ、んなもんやんなくてって言われたんですよ。じゃあ実際私は何をやってるんでしょうかって、畑でね、そうでしょ、でしょうがないから桜の木を少し多く植えましてですね、将来的にはあのうちの畑の中で宴会ができるようにね、花見ができるようにしたいと思います。はい、それではね、あ、
夜空やっちゃったんだっけね。それではね、またこの次お会いしたいと思います。ごきげんよう、さよなら。今日はごめんなさい、まとまりませんでした。二人で飲んだ酒、今夜はなぜか一人酒。別れに時間はいらないわ、あなたは帰っていただけ、しょっぱい涙しょっぱい涙、苦い酒。瞳が濡れていた、幸せかけら夢かけら、夕べの思い出これにさよならよ風に消えた人、しょっぱい涙しょっぱい涙、苦い酒。涙、苦い。